こんにちは、おーチャンネルです。今回はですね、ハードオフに行く機会がありましてですね、ハードオフで、買ってきましたものをご紹介したいと思います。今回、ディズニーネタです。では早速ですが、はい、こちらですね。これはアメニティのポップになるんですが、はい、5個ほどでご紹介したいと思います。まずですね、こちら東京ディズニーリゾートのですね、ホテルミラコスタのアメニティのことですね。このようにロゴが入っております。で、チップ&デールですねの柄と、こちらが、35周年ですね。東京ディズニーリゾート35周年記念の、柄になっております。こんな感じですね。ロゴも入っています。ちなみにお値段100円まで210円でした。そして2個目が、こちらもミラコスタなんですが、15周年ですね。これディズニーシーが15周年ですかね。シーも15周年の、多分ディズニーシーが15周年ということは多分ミラコスタも15周年だけど、それのやつだと思いますが、こちら15周年仕様のやつですね。こちらは、ミッキーが書かれております。お値段こちらも110円です。3つ目。こちらもですね、同じくミラコスタのですね、ミッキーの方です。こちら、ミッキーですね。これは多分ベネチアンゴンドラですかね。ベネチアンハーバーの多分イメージしているのかと思います。こちらも110円です。こちら特に何周年とかはないですね。で、こちら。4つ目です。これ値段出てるんですけど、55円。安かったです。これまだ多分袋入りっぱなしなんでね、開封していきたいと思います。多分、中古と言いつつ、未開封してみたいと思います。袋から出しました。こちらは、どこのホテルかというと、よいしょ。ディズニーランドホテルですね。今まではの3つはミラコスタだったんです。これは、ディズニーランドホテルですね。こんな感じですね。ハトちゃんが乗ってますね。これは、ミッキーとミニーでいいんですかね。リボンがついてないんでちょっと判断しづらいんですが。こんな感じです。多分ミッキーとミニーですね。ミッキーミニーの、ディズニーランドホテルのアメニティのです。で、次5個目になるんですが、こちらも、未開封ですね。未開封新品扱いです。一応中古で買ってきたわけなんですけど、開けてみたいと思います。開けてみました。こちらは、飛行機にミッキーが乗ってるような方なんですが、こちら、アンバサダーホテルですね。こちらはアンバサダーホテルのものになってます。ベースは青色のやつですね。こんな感じで、なんでしょう。飛行機からお花をばらまいてるんですかね。これですね。アンバサダーホテルと書いてあります。で、こっち側が、映画撮ってるんですかね。なんか、映画監督みたいな感じのミッキーがおります。で、こちら、55円でした。これちょっとダイレクトに、よいしょ、値札が貼ってあるんで、取れるかな、これ。よいしょ。よいしょ。ちょっと取っていきたいと思います。値札取ろうと頑張ってみたんですけど、ちょっと跡がすごい残っちゃったんで、他のやつは、なんか剥がせるやつ用意できたら、まあ、後日でも剥がそうかと思います。ということで、買ってきたものはですね、こちらのアメニティのポップ5個で、まあ、大きさの比較しましょうかね。大きさの比較。あ、これがいいかな。これは東京ディズニーシーのですね、パイレート・オブ・サマーのですね、ステンレスポップなんですけども、まあ、大きさとしてはこんな感じで、これ2つ並べると、ちょうど高さ同じぐらいになります。これに手で比べると、こんな感じですかね。で、あと、おまけになるんですが、よいしょ。こちら、友人がくれました。ドナルド・デイジーのですね、貯金箱になるカンカンですね。はい。わかりづらいんですが、どっかに鍵が。これ、鍵がなくなってる？鍵なくなってるな。おっと、開かなくなっちゃうのこれ。鍵があったはずなんですが、もうちょっと探しておきます。こんな感じですね。はい、底面、ドナルド・ダックス。と正面、側面ですね。はい、です。デイジー、ね、ドナルドダック。焼き付いてますね。これ気づいてるんですかね。はい。上の目はこんな感じです。鍵見つけました。させば開くのかな。南京錠がね、ついてますね。よいしょ。開くかな。開くかな、開くかしら。よいしょ。どうやって開けるのこれ。よいしょ。はい、回したら、来ました。よいしょ。鍵は開いたけど、取れた。はい、出ました。すいません、コンって。はい、なんかこんな、この中もちゃんと綺麗に青色になってますね。こんな感じです。はい、ということで、無事、鍵見つかって、開けられました。ということでですね、今回はですね、ハードオフで、はい、1個まあ55円と110円で、まあ、全部で500円ぐらいですかね。買ってきた。よいしょ。乗らない。買ってきた、ホテルアメニティのポップと、まあ、これはね、コレクション用にしようと思って使うことはないんですけどね。はい。と、あと、まあ、友人からもらったですね、この貯金箱缶ですね、のご紹介でした。こちらの動画が、面白くと思ってくださったら、高評価、そして、チャンネル登録の方もですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。普段ね、トミカとかバスコレクションとか、まあ、ディズニーグッズ、その他もろもろですね、まあ、いろんなものの紹介ですとか、まあ、試しにね、ドライブ動画撮ってみたりとかね、いろいろ、まあ、手探りで動画作っていきますので、よろしければですね、他の動画も合わせてご覧ください。それからですね、Twitter の方、鉄道好きの埼玉県民の名前で、やっておりますので、ぜひそちらの方も、フォロー、そしてご覧ください。インスタグラムも同じ名前でやっております。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。